芸能人でこの人勝てないなとか思った人っています？いやー、勝てない人だらけですけど、なんていうのかな、俺が思うに、やっぱ破天荒という意味で言うと、屋敷高人さんとかね。ああ、はいはいはい。ああ、高人さんとかはすごかったな、生放送帰ったしね。はいはいはい。でも、高人さんも帰ったし、上岡龍太郎さんも帰ったし。そうですね、関西系の人って割と本当に帰っちゃうってすごいですよね。新助さんも帰ったし、俺、なんかその、はいはい、全員が帰った番組全部いますからね、俺。あ、そうなんですか。全部帰った時って、どうなんですか、そのスタジオの中の空気は。あ、これネタだよね、戻ってくるよね、とか分かんないじゃないですか。分かんないです。で、今帰る人いないです。当時は帰る人もいれば来ない人もいます。あ、当時はじゃあ結構それ普通なんですね。だからやっぱりその、なんていうか、成し遂げた人たち、比較的それが多いです。あ、いろんな、よくたけしさんがね、ひょうきん族来なかったとか、お腹が痛いとか、はいはい、お化けが出たとか、そんな理由になってるじゃないですか。はいはい、でも、本当に、高人さんは東京に進出したときに、高人のバーっていうのが大阪であって、はい、東京で生放送でやるっつって、はい、で、生放送で料理作りながら、ゲストが俺と大竹まことさんで、俺と大竹まことさんに料理を振る舞うっていう番組なんですけど、で、はい、であるときに、その、フロアに、おい、味の素ないんかいって始まったんですよ。すいません、ないんですって言ったら、お方に、わりのことないって、高人さんが言ってんですけど、ってサブに言ったんですよ。お前に聞いとんじゃこらーって言って、あ、うん、味のことないんだーって、わちゃわちゃわちゃってなって、そのフロアが引きずり回されたっていう生放送中に。味の素がないだけで、フロアディレクター引きずり回されるんですか？これを世に言う味の素事件って言うんですけど、で、高人さんって全部自分でレシピを作ってるんですよ。で、その料理を作るには必ずこれがなきゃいけないっていうものを言ってて。もう前もって送ってるんですね。前もって送ってて。で、すいませんって言えばいいものを、すいません、なんか、高人さん私のことって言ってるんですけど、お前に聞いたんじゃーって始まって、わしゃ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 ってなって、そこにいたバニーガールとかが堀に落ちて、AD がぐちゃぐちゃになって、で、CM 上げたら高人さんいなくて、残ったのが俺と大竹まことさん二人っていう。その後の何分ぐらい残ってたんですか、番組は。結構残ってて、残りのレシピは俺たちが見ながら作りました。すげえ。いや、なんか昔の番組って面白いっすよね。今だったらそういうの YouTube とかに上がってめっちゃ再生数伸びてますよ。そうですよね。だから今だったら多分それ、当時はそれ生放送でやっていて、で、もっとしゃれてるのはこの後のオチを上岡龍太郎さんがやるんですよ。で、これは多分金曜の深夜かなんですね、この事件を起きるんですよ。うん、はいはい、で、高人さんは帰っちゃうんですけど、うん、で、日曜日の昼間に上岡さんが、上岡龍太郎には騙されないぞっていう。生放送。ああ、はい、分かりましたね。で、そこのレギュラーも僕と大竹まことさんがいたんです。ほう。で、その時のゲストが屋敷高人なんです。すごいね。二日後に同じメンツ集まるんだ。集まるんですけど、その時上岡さんがしゃれてたのは、セットが全部味の素。まあ、これなら怒れないだろ。高人、これなら帰らんやろって言ったっていう、そこから始まるって、こういう、なんていうかね、テレビ朝日で起きた事件をフジテレビで解決するというですね、そういう面白い連動っていうのはあったですね。うん、その深夜の金曜日見てない人は、なんで味の素いっぱい散らばってんの、このスタジオ、いつもと違うじゃんっていう謎の展開ですよね。そう、だからそれに説明はないわけですよね。あ、ないんだ。それに、だから洒落てるんですよね。だから今みたいに、今ね、今でネットとかあればニュースになったりとか、うん、それをどうのこうのっていうのになっちゃうじゃないですか。それがないから、突然全部始まるわけですよね。あ、で、分かる人だけめちゃくちゃ面白いんだ。そうです。だから、それを、だから見てる人たちの価値ですよね。俺はあれも見て、これも見たぞって言うと、今度、はいはいはい、あの日の高人さんのあの番組撮ってるやついないかってビデオを探すわけだよね、当時は。はいはいはい。そうすると、あのうちは上岡さんでやってたぞ。じゃあ上岡さんのビデオ貸してくれないか。こうなるわけですよ。ほー。だから今だったら、後でこう素材が残ってすぐアップされて YouTube で見れるとかっていうのがあるけど、うん、はいはい、あの頃はないから、それがまた話題になるんですね。へー。なんか、そっちの時代動画面白い気しますけどね。なんだろう。チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。いやいや。黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。